アイスとジュースを食らってきましたが、雑談しながら帰りますか。パンク、よし。止まったら止まったで、その時考えよう。この釘をね、抜いたら多分もうアウトだね。説明しよう。この時刺さっていた釘は、板と板をつなげる際に使うコの字型の釘だったのだ。パンク修理はできないので、おとなしくロッコルに変えるワイログであった。最近ですね、引っ越しまして、いろいろ落ち着きました。家賃10万から4万円台の物件に引っ越したんですが、今のところ何も問題ないというか、快適ですね。部屋はすごい狭くなりましたし、収納もね、それなりになくなったんで、どうしようかなとは悩んでるんですけど、もうしまいっぱなしで半年以上使ってないものとかもうどんどん捨てようと思って、その整理をね、今やってる感じですね。何より精神的にめちゃめちゃ楽ですよ。本当にいろんなことにお金を回せると思うので、割と楽しみですよ、これからは。まああとあれだよね、こうやってお金やっと浮いたわって時にタイヤに釘が刺さるとかね。本当自分は何かが安定し始めた頃に何かが起きるっていう、迷うな。どうしよう、右、まっすぐ、右、まっすぐ、右だ。うわー、寒い、めちゃめちゃ寒い。釘が刺さってる状態で峠道を果たして走っていいのかどうか、正直あまり走りたくないけど、あの渋滞の299を走るぐらいならこっちの方がいいかな。足学坊行く時もこの峠道通ってきたんですけど、僕の前に2人ライダーがいて、多分ね、服装とか見ると大学生かな。先導してる子は割とバイクに慣れてて、まあひょいひょい走ってて、後ろの子は先導してるような雰囲気があったんですよね。まあ、それが真実かどうかは分かんないですけど、なんかそういう風にはすごい見えて、僕その後ろずっと走ってたんですけど、バイクの乗り方とかこういった峠道をね、どうやったら走ったらいいかみたいなものを教えてあげるのはね、すごいいいことだと思うんですよね。僕なんか誰にも教えてもらえなかったんで。でもただ見てて思ったのが、後ろ走ってる子がめちゃめちゃ軽装で、まずね、バイクの安全な装備をね、教えてあげてほしい。本当に別にね、どんな服装で乗ろうが本当に個人の自由だし、クロックスに短パンでTシャツでも全然いいと思うんですけど、転んだ時にね、絶対的に差が出る、怪我の。あんなね、くるぶし見えちゃってスニーカーなんて、あれ一瞬で吹っ飛びますよ多分。上もなんかね、バンド T かな、あれは T シャツ着てて、背中は特にプロテクターつけてるような跡は見えなかったんで、まあ素で乗ってるんだろうけど、やっぱ見てる方はね、すごい怖い。気温19度ってマジか。なんかあったらもうさようならって感じですね。おっと、これは恐縮です。どうも恐縮です、譲っていただきました。やっぱりバイクの装備はある程度ね、お金をかけていいと思いますよ。僕もこけた時に革のジャケット着てたから、肩全然怪我しなくて済んだことも実際にありましたし、こけてから気づくのはやっぱ遅い気がするから。わあ、山から送電線がにょきって見えてんのが新鮮だな。峠は越えたんですけど、さっき猫かな、あれ猫が、まあ、潰れちゃってね、いたんだけど、猫飼う前はなんかかわいそうだなぐらいにしか思ってなかったんだけど、自分が猫飼ってからああいう光景見るとすっごい悲しくなる。本当に悲しい。なんかね、自分の部屋にいる猫はすごい綺麗で、なんかね、ブラッシングしてあげたりとか可愛がってあげてんだけど、なんかね、それとね、照らし合わせちゃうというか、本当に悲しい。見てて、これ猫飼ってから変わったことの一つかな。皆さんこのバンドご存知ですか？アップリフトスパイスっていうバンド名だったんですけど、多分もう4年ぐらい前に名前変わって、よし。では皆さん
ごきげんよう。